たぶり。今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は孫策軍の抵抗を撃破しつつ霊陵、武陵と攻略したところまで。なかなか激しい抵抗だったけどなんとか前には進めたよ。正直何回も取りたかったけど余裕がなかった。それと、連合解散後の曹操軍の猛攻も始まっているからどうなるかといったところだよ。連合期間中何もしないことで35万も溜め込んできたからな。さすがといったところだよ。曹操軍の猛攻をしのぎつつ、孫策軍をさらに叩かねばな。益州まで追い詰めてから勝負かな。ちなみに叩かれまくった孫策軍は、兵力が20万以下に、一時は40万に迫る兵力を誇っていたのにね。うちに喧嘩売りまくった報いだな。今曹操軍は煙土城陽に攻めてきてる。なんとか撃退できるかな。洛陽にも来そうだけど二人だけだからなんとかなると思われー。問題は城陽だけど。凶族武将がいなければなんとかなると思う。無駄に孫策軍の動きがあるけど、ダット組は何回攻略のために転身するよ。曹操軍の対応は他に任せるということだな。どうした？そういうことだよ。縁に派。呂布だけじゃなく群衆に混乱、可否の馬で投入してしまった。少しやりすぎたよ。そのせいで洛陽が攻められてるわけだしな。まあ、今のところ問題ない程度だけど。とここで霊陵で迎撃してた軽動営が仕掛けていった。相変わらず元気だねー。武力再起か。なんとかなると思いたいよ。震えてないで出てこい。我こそはと思う者はおらぬか。撃ち合っていき、軽動営がかましていく。これで勝ちを引き寄せたかな。最後の最後で、あぶね。逆転もありえそうな攻撃だったよ。これで霊陵は安泰だな。何回攻略が楽になったはずだよ。縁に追加注文が入ってるな。城陽では長江と余毛が迎撃を開始しているよ。情報は所得だから待機中。前に出て戦う状況ではないから。どんどんと優秀なところを捕まえていってる。監守持ちがいるから監禁確定だからね。うん、芝生が寝返ったようだよ。いい度胸だ。軍師の息子でも容赦するつもりはないから。使者がお待ちです。そういうことをしておいてか。というか、2万超えは初めて見たかも。陸遜と尊権が大きいのかもな。身内は名声なくても高くなるかも。そういう補正があればいいけど。ただただ能力が高かったということかな。続々と来ているな。遠方面は終わったかな。曹操様が引き上げていってるな。今度は学林が仕掛けていった。浮金というのが少し不安だけど。武力で3負けてるのか。なぜ格上に挑んでいくのか。 そこあたりは呂布に挑んだ小物たちがいるわけだから。数値化されているけど現実ではそういうわけじゃないか。数字以上の頑張りを学林は見せてくれるはず。君に負けた。もう少し盛り上げてもよかったんじゃない。まあ、体勢に影響はないからいいけどさ。縁でも玄関が監禁してくれるから。宗人も火の光を浴びることはもうないはずだよ。情報を暴れさせる時が来た。壊滅して2度目の副陣の強族武将が気になるけど。重要の西側は森だからな。だからこそ、最初の強族武将の迎撃は最新の注意を払ったんだけど。乱戦となるとコントロールがな。この状況では引き上げて引き込むわけにもいかないから。一気に危機的状況に陥ること間違いなし。なんとかしてくれると信じるしかないよ。よっと群衆も投入だ。浮金もだな。一気に殲滅して運に戻らなきゃないかな。父上譲りの武芸見せたくない。情報は生き生きとしてるな。戦闘が楽しくてしょうがないんだろうね。気にせず暴れ回れ。ウキンさんは監禁生活兵。長州も
ここまで撃破すればもうおしまいかな。あとは工場敵だけ気をつければだよ。あ、支援なしで奉仕出陣はきつかったかな。今度は群衆が。今回は指導員が働かない回になりそうな予感だよ。指導員以外が頑張るとそうなりがちなんだよな。この群衆に勝てると思うな。格の違いを教えてやろう。一撃じゃないのか。威嚇相手に舐めくちやがって。馬から落とすくらいしてもいいのに。我が豪遊で粉砕してくれ。さらに前方で追い打ち。ひどいことするねー。威嚇撃破。さらに捕まえた。強要では監視も違いないから意味ないけど。どんどん捕虜にしておけ。強族武将が暴れてるけど、中央方面では曹操軍が撤退を開始。援護安全になったようだし、もう終わりかな。曹操軍も大したことないな。そう思っていたら、洛陽方面で大攻勢に出てきた。それもかき集めた優秀どころを投入してきているよ。あれは完全に曹操軍の主力だな。何人か捕まえたらかなりひどいことになるかもだよ。問題は兵は入れど率いる将がいないこと。縁と常用に投入してしまっているのは心配と助手だけだよ。さすがに守れないかも。では撃っているから、あとは時間を稼げば。総将はなんとかなりそうなくらい損害を出してる。ここで縁から戻った呂布が迎撃開始。支援がないからあんまりな状態だけど、後陣を向かっているから、この旬を耐えきればだな。強族武将まで来てるし、北側から回り込もうとしている工場兵器を抑えるべく、公園心配と魚鱗助手が出陣。南側では到着したばかりの工場とか非能で迎撃していくよ。なんとかなると思うけど、工場兵器を取り付かせなければね。2万いた強族武将も撃破。あとはどんどんと撃破するだけの簡単なお仕事になるけど。総将も捕まえた。あとは総督あたりも捕まえたいところだよ。王将捕まえた。曹操軍はどんどんと人がいなくなっていくねー。監禁してるのもすでに中精霊になってるしな。返すつもりもないからどうしようもなくなる感じだと思うけど。よくのブック虫が暴走してる。これは補給線が切れてるんじゃない。皇巡がなんとかしてくれるはず。なんとか繋がった。首の皮一枚繋がったよっは。そのまま暴れちぎり。とはいえ、これだけ戦って一騎打ちがゼロというのがね。ちょっと息切れしてるかな。総督でも曹操様でもやりがいはあると思うんだけど。総督撃破。曹操様もそのまま撃破。これで曹操軍の攻勢は終わりかな。もう少し頑張ってほしかったな。曹操軍の猛攻を耐え切ったところで南海攻略戦開始。曹操軍に攻められてる間ずっと興奮していたよ。迎撃もないからこのまま終わりそうなだけどな。年の数と兵数で押せてた時はいいけど、押せなくなると途端に制裁を書き始めたね。孫作軍の勢いは勢力の勢いそのものだったんだろうな。あ、第二形態。死者が到着しました。絶対返さない。あらよっと、かかりなさい。最終形態、さっさと落としてしまえ。問題なく何回攻略。攻略に要した時間より移動時間の方が全然長いというのがね。2ヶ月近く興奮してたかな。ほんとこんなところを平定しても何のプラスにもならなかっただろうね。それでも孫悟は重要視してたみたいだからな。その力を北に向ければよかったのにね。後輩の安定化は重要だとは思うけど。それもそうか。見てたけど全員捕虜です。開始から。
孫策軍は少し兵を増やし、曹操軍は20万近く失った。あの攻勢で20万も。そんな大規模には思わなかったけど一つ一つが大きかったのかも。凶賊2万を2回は撃破したからね。それだけで4万だもんな。剣閣と白水館の間で戦ってるよアピールをしてる。そんなアピールしなくてもいいのにね。やるなら本気でやれと言いたいな。もう捕虜は返さなくてもいいかな。曹操軍は引き上げたか。こっち側のやる気のない武将たちがなんともだよ。小競り合いから1ヶ月後。また洛陽に攻めてきてるじゃない。飽きもせず建設に来てるな。逃げるならさっさと逃げろ。そして、3度目の連合。どこにもプラスになってないというのがわからないのかな。またも移動に時間がかかったけど。連合後何の動きもないまま永安を攻めるよ。勝者に忍耐性だから取り付いたら瞬殺なんだけど。4万もいて迎撃がない寂しさだよ。このまま行くと指導員の一騎打ちがゼロになる。なんとかしたい気持ちはあるけど、相手次第の厳しさだよ。第二形態、敵が迎撃してくれないと厳しい時間帯になるな。兵数差を少なくすると攻略失敗のリスクが高まるし。最終形態、減らすと時間を無駄に使うだけになるかもだからな。となれば一気化成に行くのが正解かな。永安攻略、次のシリーズを頑張る方針になるかもな。終わる前に一気打ちの回数を集計しておかないと。メモはしてるけど数は数えてないからな。頑張って数えないとだよ。どんどんと捕虜は増えるけど、全員捕虜にする簡単なお仕事だよ。というわけで、孫策軍を益州に追い込んで終わりが見えてきたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。